尊重してね、企業なんかでも管理職につけようとかっていうのを一生懸命推してる内閣がいるよね。そうですね。で、女の人の大臣も5人という、小泉さんの時、大位にくらいなものになったんだけど、まあそれぞれこの女の大臣の方々問題多い人ばっかりだね、本当にね。問題多いかどうかっていうかさ、そのなんていうの、おかしいだろうっていう、今日の週刊新潮も発売の週刊新潮でも、はい、松島緑が取り上げられてるわけよね。赤いストールで参院本会議へ行って、まあ、その赤を着るってのはその人の方針だから、私たちはどうかと言うんじゃないけど、私は知らなかったんだけど、襟巻きはいけないんだってね。なるほどね。国会はね。国会はね。でも、ストールって、もう、私はファッション評論家じゃないから、ピゴの方に任せたいんだけど、こう、こう着てるでしょ、はい、それで、私は前巻いてるでしょ、今巻いてるよね、ストールをね、今度ね。今度巻いてるでしょ、これは襟巻きとは言わないんだよね。そうだね。だから野党の、ね、バカなセンスのない人たちが言ったんだと思うんだけど、要は似合ってれば何も言われないんだよ。確かにそういうことだよね。そうでしょ、軒で一枚首に巻いてきたっていう感じだったからね。だからそういう風な人がね、まあ、ずいぶんいろんなことをおっしゃってるわけじゃないですか。松島緑さんですか。そうです ね。赤い狐と緑の狸と言われてるけどさ赤い緑って言うんですって。なるほど。それで、とにかくレッド松島とも言われてるんだって。それでまあ、問題児になってるっていうのがおかしいのは、まずその、まあ、登庁した日ね、その大臣就任直後の法務省での会見を、出迎えの職員が少ないからって、遅らせたっていう、なんか相当怒ったらしいよね。みたいですね。そんなこと怒るかな、ってね。本当だよね。もし、それで少なかったら、少ない理由ってのは自分で少し考えてみたらいいんだよ。そうだよね。じゃあ、喧嘩にならなきゃな、そんなもん。なんで急に偉くなっちゃうの？それがよくわかんないよね。係でしかないんだからさ、大臣っていうと、よっぽどいいことやってからさ、周りが褒めてから、それが、ああ、私も少しいいことやれたのかなと思うぐらいのもんでさ、そうだよ、ね、大臣になったからって急に偉くなれねえんだよ。いや、で、大臣者が気に入らないって言って、まず車種を変更させたって。よくわかんない。何様なんですかね。ね、それで大臣室に入所室する職員に名札を付けさせたんだって、大きい字でね、うん。で、そういうことをやってる。もう偉くなっちゃったんだね、本当にね。まあね、偉い人なのかね。だってマスコミ出身ですよ、この人。よくわかんない、本当ですか。そうですよ、それで、もっといけないのはね、選挙区が墨田区と荒川区なんだって、で、その東京14区で彼女は墨田区のマンションに住んでたんだって、で、大臣になってもそっか通ってたんだけど、9月に大臣をやるには遠すぎるって言って赤坂の議員宿舎に引っ越したんですって。 3LDK で102,298円という相場の5分の1程度の家賃なのよ。まあそうだろう ね。入居できるのは赤坂宿舎ね、は彼女のような議員は対象とした施設ではなくって、あら、議員宿舎は基本的に地方地盤としている国会議員のためものですから。もうルール犯してるの、東京23区内に住居がある議員は入居できないんだって。大臣様なんだけどさ。そうなんだって。それでね、それでその、やだやだ。そのマンションね、でも週末になるとポリスボックスが設けられるんだって。それはその、なんだっけか、週末には、その、墨田区の方に帰るからなんだって。それなんだって、嫌な話でしょ。本当だよ。そこへ昨日私がたまたまニュースで見た、その蓮舫との内輪の問題に、くだらないでしょ。まあ本当に、内輪だよ、あれは。そうだよね、だって見た。バカみたいなこと言ってんじゃないよ。そんな無駄な時間作ったら内輪だよ。そうだよ、あれ内輪だもん。内輪だよ。だってこうやって、ね。